サプライチェーンマネジメントの主任講師を務めます松井です。この科目は、近年、脚光を浴びるようになりましたサプライチェーンとそのマネジメントにつきまして、経営学的な視点から、その特徴と主要課題について、できるだけわかりやすく解説することを目的としています。実際には、困難を伴うことも多いサプライチェーンマネジメントという新しい経営職能と、 それをめぐる学問体系の輪郭を示していきたいと思います私たちが携帯電話で話したり食堂で料理を堪能することができるのは第一次産業から第三次産業までのさまざまな従事者の皆さんの活動が寸断されることなくつながっているからですこのような財やサービスの生産と流通の流れを最上流の 一時産品から最下流の消費者の方に向かって眺めるときにサプライチェーンと呼ばれますサプライチェーンを通じて物が流れ、金が流れ、情報が行き来しますサプライチェーンはこれらの流れの連結点となります多数の経済主体とそれらの間の関係性で構成されますサプライチェーンを通じた物、金、 情報などの流れを制御して顧客のニーズを満たすために組織の境界を超えて途切れのない付加価値プロセスを設計し継続的に改善していくこと異なる経済主体によるビジネスプロセスの統合を図ることがサプライチェーンマネジメントですこの科目は入門からグローバルサプライチェーンの今後まで全部で 15回の講義から構成されています私を含めて4人の講師陣で講義を進めてまいります前半8回はサプライチェーンマネジメントの基礎概念や理論の説明が中心となります後半は事例を含めてより具体的なサプライチェーンに焦点を当てる応用編となりますこれらを通じて サプライチェーンに関わります主要な研究課題にアプローチしていきたいと思いますサプライチェーンマネジメントの研究課題は様々ですがこの科目では7つの研究課題を取り上げ15回の講義を通じてこれらの課題に対していろいろな視点からアプローチをしていきます7つの主要な研究課題を順に紹介していきましょう最初の研究課題は 商品特性に合わせたサプライチェーンです商品やサプライチェーンの累計化に関する戦略的な研究課題です機能性商品に対する効率重視型サプライチェーンと革新的商品に対する市場対応型サプライチェーンという累計化がその基本ですこれは需要の不確実性に焦点が当たられていますが供給の不確実性も考慮に入れるべき 商品もあります。第2の研究課題はサプライチェーンにおける関係性マネジメントです。新製品開発や品質マネジメントを推進していくためには、企業内の部門間協力と同時に顧客やサプライヤーとの協力関係の構築も重要です。これらの関係性マネジメントの高度化のためにデジタル技術が様々活用されています。 第三の研究課題はサプライチェーンのシステムダイナミクスですサプライチェーンは高度に相互依存的なシステムですこれに伴う深刻な問題が川下の最終消費者から川上の原材料に向かって需要の波が増幅していくブルーップ効果ですこの原因はサプライチェーンを通じた情報の劣化と遅れにありますサプライチェーンのシステム特性を 把握するために注目すべきものの一つに在庫がありますスループットやリードタイムもサプライチェーンの成果を把握する上で重要ですこれらの間の関係を表すリトルの法則などについて取り上げます在庫は販売計画と生産計画の時間的ズレをダイナミックに調整する役割を持っていますこの動きを分かりやすく論理的に 説明できるのが MRP 資材所要量計画です第4の研究課題はサプライチェーンの基盤となるロジスティクスの問題です輸送モードや輸送経路の選択貨物の積み合わせや物流センターの構築から 3PL などの戦略的な利用などを取り上げますコンビニやアパレル商品でもロジスティクスが非常に重要な役割を果たしています また運輸部門を中心に CO2 削減や人手不足などへの取り組みも喫緊の課題です。第5の研究課題は循環型サプライチェーンの実現です。地球の自然環境や生態系の問題に対する強い関心から SDGs 持続可能な開発目標の達成に向けまして実業界にも貢献が求められています。経済と環境社会の 3領域の持続可能性を同時にに追求求することがサプライチェーンにも求められています原料調達」から消費者への販売に至る一方向のサプライチェーンだけではなく使用済み製品の回収・分解製品の再製造部品のリユース素材のリサイクルなどの反対方向のものの流れにも注目が集まっています。第6の研究課題は 自然災害や疫病などに対すす。るレジリエンスの問題ですサプライチェーンが寸断されてしまった際それをいかにして早く復旧できるのかあるいはいかにしてサプライチェーンの寸断を防ぐことができるのかといったレジリスクマネジメントや危機マネジメントの観点から将来の危機に対していかに備えるかという事業継続計画の策定また、 大規模な災害などが生じた場合、被災地域での救援活動のためのオペレーションを展開するために、人道支援サプライチェーンをいかに素早く立ち上げるかといった課題です。最後の研究課題は、グローバルサプライチェーンの問題です。現在のサプライチェーンは、ほとんどが国境を越えるグローバルサプライチェーンになっています。財やサービスが国境を越える際には、 いろいろな課題が出てきますどこでどのような製品を生産すべきなのか海外のパートナーをどのようにして見つけたらよいのか国や地域ごとに製品をカスタマイズすべきなのかなど様々です。グローバルサプライチェーンの進展を日本企業の立場から捉え日本企業の立ち位置や取り組むべき課題について考える必要もあります。 以上のような課題に挑戦してみようと思われる皆さんの受講をお待ちしています。